今回ついにですね、実現って言いたくなるのコラボ相手をお迎えしています、最も直近となる、2019年に行われた極真海外無差別級の、世界王者で現在総合格闘家として活躍する上田幹夫先生です。よろしくお願いします。こんにちは、空手家小暮です。今日はここ、現役時代にヘラクレスと呼ばれた、宮田、会長が、運営する、総合格闘技の超名門、ブレイブジムの、世田谷道場に来ているのですが、今回ついにですね、実現って言いたくなるのコラボ相手をお迎えしています。最も直近となる、2019年に行われた極真海外無差別級の、世界王者で現在総合格闘家として活躍する上田幹夫先生です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。やばいっすね、本当に。もうフルコンタクト空手のことを知ってる人は絶対もう知らない人は一人もいないと思うんですけど、申し訳ないですけど、よかったらちょっと全くの素人の方も見られてるので、ちょっと自己紹介をお願いします。はい、上田幹夫です。さっきご紹介にあったように、2019年ですかね、に一応極真の松井派ですねの世界チャンピオンになって、その次の100人組みだったんですけど、それは失敗しちゃったんですけども、それを得て、2年前ですかね、もう2年前の夏に、総合格闘家に転向しました。今は、2戦やって、初戦のライジンでは負けちゃったんですけど、去年の12月のグラチャンでは一応 KO することができて今1勝1敗ということで、これから頑張りますのでぜひ応援してください。よろしくお願いします。おっす。いやもうこれだけの体格持ってる日本人のヘビー級の選手はもういないんで、もう絶対にもう応援、もう注目してください。絶対今後伸びる選手なんで。ありがとうございます。よろしくお願いします。注目してください。いや、ありがとうございます。本当に嬉しいです。で、上田選手の、チャンネルの方に僕も出させていただいてるんですけど、1本目はスパーリングの、はい、リアルタイムの方を、させていただいて、僕の方ではちょっと動画の解説の方入れさせていただこうかなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。よし。開始早々から驚き連発ですね。最初はお互い踏み込みと同時に前足を軸にポジションを取り合います。そこから前足へのローで周りの調整まではセオリー通りなんですが、次の瞬間やばいですね。上田選手が蹴った足を下ろすところを狙ってインローを返した瞬間、僕が戻す前に踏ん張らせるためのローを出し、僕が足を下ろした瞬間に崩しのロー、仕方ないので崩された流れを使って上田選手の蹴り足を蹴ろうと思いましたが、スイッチバックで避けられました。蹴り足を戻す間に2回も蹴られるなんて人生初めての経験でした。ここの反応の速さも異常ですね。今度は上田選手が蹴り足を前を下ろしたので次は蹴れると思ったのに、下ろすと同時に反射が起きていたので急遽止めてスイッチバックに入ったのに、それよりも先にステップを踏み直してその足を蹴るとか、もう切り返しのスピードが重量級なのに速いというレベルではなく、もう異次元のスピードですね。これ全部解説したら組手の解説終わらないで、ちょっと要所要所でいきたいと思います。ここ思わず首かしげちゃいましたね。通常踏み込んで上段を蹴った場合は重心が前に来るのでさすがに受け返して蹴れるのですが、上田選手上段の後にも蹴り返せる重心のままだったので先ほどのこともあり蹴りに行けず、これは蹴りの受け返しで蹴りを出すのは無理だな、それにしてもなんで返しの蹴りに起こりがないんだろうと思わず首をかしげちゃってます。蹴り返しに起こりがない理由は今後の動画で理由を判明しますので、お楽しみにしていてください。ここも初めてもらった技でした。ここは得意の流しからの右のカウンターのパンチなんですが、この直後の上田選手の足に注目。蹴り足を下ろしてからではなく下ろす反動で左で崩しのインローを蹴ってるんです。こんな技も今回初めて経験しました。
しかも見るのとやるとでは大違いで、実際の攻防の中で出すのさえ極めて難しい上に、相手の重心を奪うほど安定して蹴るのは至難の技なんです。なんと30秒解説するのに2分も使っちゃったんで、もうちょっとペース上げて解説したいと思います。ローを流した後、間合いの取り合いをしてます。インローをフェイントにした、内回しをフェイントにしてのインローですね。ここうまいですね。さりげなく前手を触って意識を誘導して、2回目の時にちゃっかり後ろ足を詰めて間合いを変えていますね。そのせいで想定以上に踏み込まれて、カウンターのカーフキックが詰まってしまいました。ここは先ほどと同じコンビネーションですね。この辺もギリギリで間合い外すのうまいっすよね。そして攻撃終わりに必ず崩しがあるのに、なかなか追撃ができません。この辺の攻防も唯一右のカウンターのタイミングが合うものの、崩しのローのせいで次につなげず、結局お互いクリーンヒットなしですね。ここで上田選手が後ろ足を踏むタイミングで間合いを外すことで、ようやくパンチを流してからの右のカウンターで僕の距離になったのに、崩しを意識しちゃって左足を踏みかえている間にスイッチバックで間合いを外されちゃいました。ここもそうなるのかって感じですね。ここで僕も上田選手の踏み込みに合わせて、普段やらない崩しのインローを真似て使ってみたんですが、まさかの崩して払った足をついた反射を使って崩し返されちゃいました。改めてやっぱりこの切り返しと蹴り返しのスピードが異常ですね。ここやっぱさすがですね。先ほど成功した同じ技へのカウンターなんですが、今度はインローを蹴れる体勢で待たれてました。すいません、ここ上田選手の腕に当たってグローブが顎先にかすっちゃいました。必殺使っちゃいました。やったね。やった。白にしなくてよかった。パパでさえ早いのに。パパでさえ早いのに。どうかしてるんですか。すいません。怖い。福井さんなんかちょこちょこ練習もしてたけど、こういうの何だろう、めちゃめちゃ疲れる。自分まですげえ嫌がるんです。ここはお互い2ラウンド目はどう来るのかなって少し探ってますね。やっぱりこの辺りさすがですね。直前にここで僕がステップワークでローをかわしてるんですが、なんとスイッチオフェイントに僕に反応させてから大きく踏み込んでの蹴り、右のカウンターを打ちましたが、左の突きの前に崩しのインローを合わされて、左の突きにはつなげませんでした。この辺りはお互いに常に相手の衝動に合わせてカウンターが取れる状態なので、タイミングの取り合いやそれを外すためにいろいろやってますね。ここも少し挑戦してるんですがダメですね。崩しの色が来るのは分かっているので、初段は崩されない形を作って蹴らせてから入って攻撃しようとしたら、なんと次の瞬間にもう2発目が来てて、結局左一発しか当てれず右には繋げませんでした。30秒経過。ここは僕がちょっと仕掛けましたが、やっぱ止められちゃいますね。僕が外ローに対して流しを使うため、上田選手が崩す外ローを試しに来てくれたので、
あえて前足に重心を乗せて踏むことで誘って右のカウンターからつなぎに行ったら上田選手も引き込んで攻撃するつもりだったようでワンツーで終わっちゃいました。ここも不発ですね。今回の組では上田選手がたびたび前手を叩いて前足を任せてきていたので叩きに来た手をかわしてのフックに行きましたが上田選手の懐が広すぎて全然有効打になりませんでした。やっぱ絶対連打は許してくれないですね。この辺りのやりとりはもう解説部分が多すぎてどこを削るか迷っちゃうレベルなんですよね。ここは僕がフェイントからの左の上下のコンビネーションを打とうとしたら上田選手が下がりながらのインロー。その後上田選手の前手の突きに対して僕が崩しのインローですが崩された流れを使って上段が来ましたね。そしてこの後今の上段を餌にして中段回し蹴りが来ました。そういう技で来るならと僕もフェイントからの三日月蹴り。それは僕も蹴れますよ的な感じで次は上田選手から三日月蹴りが返ってきました。そして思わず興奮してちょっとここ笑顔になっちゃってますね。もうここはあまりのことに思わず声出して笑ってびっくりしたって言っちゃってますね。ここで上田選手の縦蹴りをかわしたら今度はそれを餌に逆の上段をフェイントにした飛び後ろ蹴りかと思いきやそれさえフェイントにしてまさかの下突き。もう見たことも考えたこともない技の展開が楽しすぎて思わず声出しちゃいました。ここはお互いに1ではなく2を当てるためにいろいろ取り合ってますが1を読まれて2に行けてないんですよね2人とも。そしてラスト30秒聞いてから実は年齢的に僕はラッシュに付き合うことができないのでひたすらラッシュされないように上田選手のリズムを切るための攻撃とポジショニングに専念しながらこれ実は組み手してます。ここなんて完全に攻撃目的ではなくリズムを切るタイミングを逃さないことに専念しちゃってますね。ここも正直手数は増えてますが僕は完全に追撃されないようにポジションを変えるための攻撃ばかりですね。お疲れ様でした。もううまいな。この体格であのスピードでなんか周りがうまい。いやなんかやっぱり普通の人だと一歩出るのが見られてる感じがちょっと前足の蹴りしかできなくなっちゃうので、はい、そういうところも聞きたいですね。これ続けちゃっていいですか。自分の質問があったら今思ったのが8割は僕は100人目でのあの経験があって あれよりきついことってこれから先ないんだろうなっていうモチベーションなんですよ、はいはいはい、上田選手だったらもっとじゃあこういう風にできるのにっていうのはもうなんか半分ぐらいの打ち合いで済むのにっていうぐらいにそういやそうですよね。いや本当にねそこ大反省なんですよね。さっきの技術じゃないですけど1来たら1返すっていうインプットされすぎて100人組で初めてまあ、本当長所は短所、短所は長所みたいな言葉を本当にそうなんだなと思いましたね。ボス、今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます、僕もあの上田選手のチャンネルであのスパーリングの方はあの、はい、ノーカットで、そうですね、あの出させてもらってて あとはあれですね、ちょっと対談とか、まあはい、いろいろ会話しながら、撮らせていただいているのでぜひあの上田選手の登録の方お願いします。お願いします。
これからも 100% 強くなるために役立つ動画を毎週18日更新しています、また YouTube で明かせない高潔のマル秘技術や、本当に空手で強くなるために知識が知りたい方は、高潔の質問もし放題となる、オンラインサロン空手高潔のオンライン教室も、特典満載で、大好評活動中ですので、そちらもよい、ぜひ動画概要欄をご覧ください。これからも空手高潔と一緒に強くなりましょう。おっすおっすおっす、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、相手が簡単に崩れる攻撃方法があったりするんだけど、これは強く打っても倒れないんですけど、こうするとこれ簡単にペッと押すと相手下がってしまう。これなんでこう起きるかっていうのをちょっと今で解説したいと思います。